ファラリョンデ・メディニラ島は、マリアナ諸島の北から10番目の島である。サイパン島から 72km 北に位置する。サンゴ礁に囲まれた島であり、現在は、無人島である。フェラロンデ・メドネラと書かれた島がファラリョンデ・メディニラ島、マリアナ諸島に属し、北のファラリオンデ・パハロス島から10番目にある。島の内部は、火山となっているが、最近は活発な動きを見せておらず。 三五礁が発達している。面積は0.845平方キロメートルである。中央の長さは2.8キロメートルで、南部には150メートルの最大幅があり、北部には520メートルの最大幅がある。最高の高さは81メートル。1899年から1918年まではドイツの植民地となっており。 島の名前は1812年から1822年までマリアナ諸島の知事を務めたスペイン人ダン・ホゼから名付けられた。1920年から1944年の日本の委任統治領を経て、現在はアメリカ軍の沿岸警備隊が統治しており、実質アメリカの領土となっている。アメリカ海軍は島を関西機の爆撃演習用に利用しており、 衛星写真でもコンテナを X 字に並べた標的を確認することができる。2002年には地元の鳥類研究センターが鳥類が住む自然を破壊するとして訴訟を起こした。訴訟の判決は渡り鳥条約に違反しているとしてアメリカ国防省が演習場の演習の中止を決定している。ありがとうございます。